ホリートモノリは日本の作曲家である。本名、ホリートモノリ。北海道苫小牧市出身。2007年10月、友徳に改名。1991年度札幌日本、大学高等学校卒業。1992年東京音楽、大学器楽専攻入学。その後作曲を志し、副科で藤原豊に。 家政学を有馬玲子に指示。1994年度大学作曲専攻に、再入学、正規に、伊福部明クラスの最終文化となる。並行して池、池野聖、三木実のゼミナールにも参加。1997年度同大学卒業。ゴジラ VS デストロイヤー、公共組曲。 ワンパク王子の大蛇退治のスコア書き、キングレコードの数々のセッション録音等のアシスタントを務め、卒業後も、その他、伊福部明の裁判年のアシスタントを死が没するまで、務めた。長く、東京で活動していたが、伊福部明の死後、北海道へ戻る。2008年1月より、同心文化センター講師。 また、NHK 全国学校音楽コンクール、北海道ブロック地区予選審査員を務める。現在、自宅で、音楽教室、ホリーミュージックルームを主催、ピアノと作曲を中心に、更新の指導に当たっている。編曲2008年10月、北海道室蘭市にて、札幌交響楽団元首席だ楽器奏者、カスタネット奏者の新会 有事の演奏会の第2部で、ホリートモノリの世界と銘打って個展が開催された。その際、演奏された曲目は、以下の通り。第2部、ホリートモノリの世界バイオリンとチェンバロのためのロマンツァ、当日はピアノによる、演奏チェンバロのためのノクチュルヌ、当日はピアノによる、演奏カスタネット、バイオリン、ピアノのためのコンサートアレグロカスタネット、バイオリン、マリンバ、 ピアノのためのパミールラプソディー初演。